森ビルヒルズコンシェルジュ。今日はキュレーターの三木明子さんに森美術館で開催中の村上隆の500羅漢図展をご紹介いただきます。まず村上隆さんについてなんですが、国際的なアートシーンの第一線で活躍する数少ない日本人アーティストのお一人でいらっしゃいます。世界中でさまざまな活動を展開されている村上さんなんですが、日本における個展は非常に限られているんですね。で、今回の個展は2001年の、東京都現代美術館であった個展以来実に14年ぶりの展覧会となります。今回の展覧会では、全長100メートルもの巨大作品である500羅漢図を見る機会だけでなく、村上さんの個展自体今後日本ではなかなかないでしょうから、非常に貴重な稀な機会となる予定です。村上隆の500羅漢図展は六本木ヒルズ森タワー53階の森美術館にて開催中です。